はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。6時をちょいと回りましたですね。6時10分、13分ぐらいですか。12月は16日の金曜日でございまして、あれですね、ドル本が1310まで戻されましたね。ちょっと日中ね頑張ってたんですけどね。さて、ウォンではなく中国の話ですね。産経新聞にさっき出た記事ですね。17時23分ですから、まだ1時間経っていない、記事にこういうのございまして、コロナ感染急拡大で中国政府混乱か、日中環境フォーラムが突如延期という普通に、見逃してしまいそうな記事なんですけど、まあ行きましょう。三塚翔平さん、よくお名前が出てきます。日中両国の官民が環境関連分野での協力を議論する日中省エネルギー環境総合フォーラムの主催者は16日、両国間をオンラインでつないで24日に開催予定だった会合を延期すると発表した。ふーんっていう感じですね。関係者によると、中国側主催者の国家発展改革委員会（括弧8回）国家発展改革委員会なんか答えそうな名前ですね、国家発展改革、が北京市内で新型コロナウイルスの流行流に延期を申し出た。日本外体制ですね、に延期してって言ってきたんですね。これあれでしょ、ネット会合でしょ、オンラインでつないででしょ。8回は職員の半数以上が感染者や濃厚接触者になったと説明したという。ここが一番面白いところであって、そのこの国会委員会のですね、職員の半数以上が感染者や濃厚接触者になったということですね。でこれを突然言ってきたということはですね、10日ぐらい前にはそういうことはなかったということですね。それがこの数日間で急激にそうなって、あらあかんやん、こんなんできへんやんってなってですね、ほんで日本側に言うてきはったということですね。ということはこの委員会、さっきも言ったようにこの委員会で数日間で増えたということはですね、これはですね、こう特別な現象ではなくてですね、北京一般に言える現象かもしれへんということなんですよ。とすると、まあこの職員なんていうのは、ね、多分ね数十人から100人ぐらいのもんやと思うんですけども、半数以上ということはね、じゃあ北京市はね、1700万ぐらいいるんでしたっけ。北京市の何割かは今感染してるということかもしれへんと、そういうことになるんですよ。あるいは濃厚接触者かもしれへんというようなわけですね。感染拡大を徹底的に食い止めるゼロコロナ政策を習近平政権が事実上撤回したことで、北京市などでは感染が急速な勢いで広がっており、中国政府も混乱している模様だと。これはこの数日間ガンガンと伝えられてますね。みんな薬局に並んでるとかですね。8回は中国のマクロ経済政策を担う主要官庁と位置付けられている。うわすごいやん。で割とね、あの主要官庁ということはエリートさんがいはるということでしょ。ほんだ割とね、その何ていうか、危ないことはなるべくしない人たち、濃厚何ていうか、その感染が拡大してるような場所にあんまりこう近寄らないことも可能な人たちでしょ、きっとエリートですから。その人たちのうちの半分が感染したり濃厚接触してるということですね。日本側の関係者は直前の延期要請に困惑しているが、それだけ中国での感染状況が深刻で混乱しているのだろうと受け止めていると。もうその通りですね。なんていうか、えらいことになっているのかもしれません。でもどうでしょうね、北京には西側のですねメディアいっぱい入ってるんですけども、そこまで深刻なですねレポートはまだ来てませんね。同フォーラムは日本側が経済産業省と日中経済協会、中国側が8回と商務省が主催者を務めている。2006年からほぼ毎年開かれており、両国政府代表や企業幹部が環境分野に関する協力団について話し合っていると。
多分ここ3年ぐらいはですね、このズームでやってた、ズームというか、まあ、あのリモートでやったんでしょ。そのリモートでさえできなくなったということですね。習政権は中国経済の減速を招いているゼロコロナ政策を今月に入って一気に緩和した。政策緩和で景気回復を図る考えだが、防疫措置の緩和を受けて各地で感染者数が急増しており、唐突な政策変更により市民生活が混乱しているということで、ですね、この記事は終わっております。あのいろんなですね、ニュースが散発的に入ってきていますけどもですね、あのどうやらこの混乱ぶりはですね、我々日本にいる人間からするとですね、ちょっとですね、想像外の拡大が拡大になっているのかもしれませんね。そのね、そんなんね、あの向こうの北京って首都でしょ。首都といえどもね、医療体制ってね、日本よりも格段に薄いんですよ。あの簡単には医者も病院も病床も足りないという状況なわけですね。足りないってね、あの日本よりもかなりこう数が少ないという状況なんですね。で、軽症者と無感染者はですね、家で隔離を OK にしました。でもですね、発熱してですね、あの、メディカルケアがですね、要は医者に診てもらわなあかんやんという、んで適切な薬を処方してもらって、あるいはもらってなあかんやんというぐらいの症状の人と、あるいはもう ICU に入った方がええでという人たちがですね、大量に発生している可能性があって、それがそんな人に全員にですね、必要な医療を提供できていない可能性があります。そうなるとどうなるかと言いますと、3年前のあの武漢のあれになるわけですね。あの要はですね、全然メディカルが、医療が追いついていない医療崩壊みたいになってですね、あの時は中国各地から大量のですね、あのメディカルサポートの人々をですね、お医者さんや看護師さんやその他医療関係者がですね、ドドーッとですね、武漢に集まってですね、あの体育館みたいな病院建ててですね、あっという間にプレハブで。で、ドーッとそこに収容してですね、わずか2ヶ月か3ヶ月の間にですね、ほぼですね、このウイルスを駆逐しまして、で三月ぐらい目にはですね、みんなさよならっつって、そのそこから武漢から帰っていく姿が映っていましたけど、えほんまと思いました。あの時そんなことってできんのと思いましたけど、できていたんですね、今から思えば。で、あれはね、武漢で発生して、あの穴あたり周辺をほとんどそういう状態にして、ですね、もう力ずくでこう閉じ込めたわけですけど、あの時は一番初期型のアルファ株というやつですね。で、今はそこから5回か6回か8回か10回か転移してですね、オミクロンっていうのになって、感染力がですね、100倍ぐらいになってるんじゃないですかね。その前のデルタで20倍とか50倍とか言ってたでしょ。でさらにオミクロンは感染力が高いわけでしょ、強いわけでしょ。でそれがですね、今全国一斉にですね、ゼロコロナやめピッてなってですね、ブワーッと広がってる可能性があるわけですね。で、あの広がってもね、別にね、この 無症状者ばっかりであれば何の問題もないわけですよ。で、有症状の方でもですね、普通の風邪程度であればですね、どうってもないわけですね、別に。でなくてですね、ICU でのケアが必要という方がですね、ICU の数や病床を上回ってしまえばですね、これは医療崩壊ということになります。で、そこに向かってる可能性がですね、なんかありそうな気してきましたね。こういう政府の一組織の人々がですね、半分が陽性、あるいは濃厚接触になったと。いうことはみんな自宅で自宅隔離とかってなってるわけでしょ。で向こうは日本と違ってね、自宅から Zoom で国際会議に参加とかって多分できないはずなんですよ。いや、技術的にはできるんですよ。技術はできるんですけど、多分ルールとしてそれはできないようになってるんちゃうかなと。いわゆる統制が強いですからね。
だから延期にせざるを得ないということではないかなというふうに想像します。で、政府の一部門でそうなっているということは、さっき申し上げた通りですね、もしかしたらものすごい規模でですね、そういうふうな広がりができもう見られるのかも分かりませんね。そうなればですね、またえらいことですよ、またえらいことですよ、どうすんやろという話で、あ、まあなんかいろいろですね、なんかこの先どうなんのという世界ですね。なんかこう最近この中国の変わりようの速さって何なんと思うんですけどまあええけど、あの、まあ、まあ日本ではないんでね、まあ言っちゃいいんですけど、なんか知らんけどこうちょっとですね、こう大変なことになりそうな予感がひしひしとしてきましたね。はい、一応この産経新聞のサイト貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。